やほー、すごい非日常だった。やほー、祭りやん、祭り。祭りやー、言葉は通じない。お金の値段も違う。祭りやー。おお、ご飯は美味しかった。花火すごい。おお、花火すごい。花火すごいな。安いってそんな、なんか、買い物とかもしたけど、見たけど、そんなかも。金魚かわいい。どうも。例えば、症状にしてる中で、この5年間で一番寝そう。寝なさい。そう。寝なさい。寝よう。もう寝るんですけどね。寝なさい。え、なんで皆さん今私がどこにいるか知ってるんですか？どこにいるの？なんで知ってるの？え、言ってないです。言ってないのに。なんで知ってるの？沖縄。あ、なおさん、ありがとう。ありがとう。お礼またします。そのまま寝ても56分後には。でもなんで配信してるかというと、今寝落ちてもサインがいるから。なんでしてるんですか？起こしてくれますか？起こせや。あんなになってるよ。なんでわかるの？今23時？ちら。ちらり。あ、起きてますね。さやかりん。カフェ行ったね。すごいカフェ行ったよね。サーヤがね、見つけてきた。え？ちょ、やめて。やめて。そんな私の、そうだよ、私が見つけたんだけど。なんかね、時間ちょっと空きの時間があったから。うん。二人で。サーヤが見つけてきたカフェに行ったんですけど。
で、あの海外のね、人生経験になりましたね。いや、ほんと人生経験になったよ、ほんと。びっくりしました。うん、まずその席に座るだけで1万円かかるんですよ。なんかテラス外のテラス席みたいなのがあって、で室内も席あったんですけど、室内は誰もいなかったけど、なんか空いてない、座れないみたいで、300って言われて、300? 300? びっくりしたよね。で、食べ物も、うん、一人食べ物と飲み物をそれぞれ一個ずつ頼まなきゃいけない。そう、そう。でも最初さ、一人ワンドリンクでよかったよね。え、なんか最初は一人ワンドリンクでよかったのに、なんかだんだんなんかフードもみたいな。そう、初めは一人は多分一人ワンドリンクでよかったんだけど、多分私たちが理解してなかったから、どんどんフードも絶対みたいな感じ。え、フードはえみたいな。初めは言ってなかったよね。なんか言ってなかった。お店の方もうんみたいな。お店の人もなんかさ、目がさ、もうさ、目がもうなんかお願いしますみたいな目しとったやん、うん、もう絶対にもう注文してお願いみたいな目やったけん、もうもうじゃあ人生経験としてもういいかってなって楽しみました。でも美味しかったよ。え、でも美味しかったよ。なんか口コミさ、星1。なんかお店入って、口コミした後にそのお店の口コミ調べたら、うんうん、星1で、なんかボロボロでした。ボロボロに書かれとって、で、私たちが今まで受けてきたことをすべて書かれてて、さらになんか味もいまいちっていうか、なんか結構詳しくね。美味しかった。うん。でもそう、美味しかったよね。1時間持ったよね、しかも。頼んでから1時間待ちました。うん。来るまで1時間取ったよね。で、私もう途中寝とったもん。寝てたね。充電が切れてた。途中サングラスつけて。寝てました、ね。いや、本当にあるんだね。うん、気をつけなきゃ。もうそう、もう現実から逃げたくなって、もうサングラスして寝てました。眠くなっちゃった。怖くなっちゃった、ね、さっきコンビニとかで食べ物とか飲み物とか水とか買ったんですけど、ぜひもうマネージャーさんにやってもらった。レジも財布渡してやった。やばい、もうやばい、最後にがもう。でもそのレジの人優しかった。あ、そうなん。え、なんか水買ったんやけど、うん、うんうんうん、一番高い水買ってて、うん、多分お店の中で、うん、これを買えるのかみたいな、うん、言われて、うん、これはあのなんだっけ、高いって英語で、その時分かったんだけど、その英語で高いって言われて、うんうんうん、それで、うん、安い方の水に変えた。変えてもらった？うん、優しいね。優しかった。よかった。エクスペンシブ？そう、
もう私たち全然さ、なんか英語わからんくてさ、でもファッションでいけるよねって言ったけどさ、全然いけないよね。ファッション。やっぱ英語って大事。私も全然わかんなくて、なんか全て違う方に捉えて。なんかさ、飛行機の飛行機さ。飛行機でそう、なんかイヤホンしないでくださいって言われてるのに、なんかなんてかな、なんか私間違えてなんか言ったよね。なんて言ってたっけ、なんか言ったよな、なんか変なこと言ってそう、私がイヤホンだよって言ってちゃんと言ってたよ。いや、あ、そう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 、なんか後だって言ってたの、うん、なんか私キングなんだっけ、なんか全然違う風に、え、なんとかとか言ってる、なんとかとかって言ってる、え、違うよって忘れちゃったな。うわ、でもそう、マネージャーさんがさ、なんか結構英語できる方ね、なんか一回外国に行ったことある。そうなの。うん、らしいよ。一回、一回だけらしい。なのにもうなんかなんだろう、オーダーみたいな、プリーズオーダーみたいなこと言ってりとか。え、普通になんか喋ってない？え、喋ってる。タクシーとかも。いやーとか言って。いやいや。え、そう、え、私だったらイエスとかなのに、そう、いやーいやーって言ってる。うん、ストレート言ったよね急いだって。ここのタクシー安い。安いね。素晴らしい、すごいな。え、しかも奇跡起きたよね、帰り。私の携帯が落ちた、ごめんね。うん、最後帰りさ、タクシー捕まらんってなったけどさ、うん、あの駐車場のさ、とこに止まっとったやん、奇跡的にタクシーが、ね、で、ここいいですかって言ったら、ね、なんかかっこよかった、うん、めっちゃ急いどってね、めっちゃ急いどってから、ほんとよ。思い出作ろうね、まだまだ。なんだよ、私はもう私はもうちょっとホテルに引きこもって思い出作れない、うん、せっかく来たんだよ、せっかくホテルに引きこもって、せっかく来たんだよ、さやかりせっかく来たじゃん、せっかく来たのね。もう一生来れないかもしれないよ。作れたら作る、うん、作れたら作っていこうちょっと、そう、確かになんかちょっと歩いたよね、道をね、ちょっと歩いたけど、サッカーリンかも、ね、大丈夫、大丈夫ここ大丈夫、ここ歩いても大丈夫、でもやっぱ確かにね、ちょっとね、まあ場所によるけど、でも夜は、あ、夜ね、怖いよね、そう、なんか夜怖いね、めちゃめちゃでかい、うん、ネズミがさっき見たかった本当？猫かと。あら。猫もいたね。猫おったよね。あれ猫よね。多分。なんかね、その猫もさ、なんか私たちのことを誰だみたいな顔で見てきた。でもまさにそんな顔してたね。うん、全然あの逃げたりせん。
うん、可愛かった。猫は世界共通で可愛いね。可愛かったね。おめえ誰だ、うん、誰だみたいな顔して。でも尻尾がすごい大きかったけどね。あまり見ない猫ちゃんだったけど、野良猫ちゃんだと思う。草食べてた。草食べてたけど。犬はまだ見てないな。そうなんだ。でもご飯美味しいよね。美味しい。ご飯めっちゃ美味しいよ。夜。うん。マレーシア。うん。料理だった。うんうんうん。美味しい美味しい美味しい。ナシゴレン、うん、ナシゴレンが料理。ナシゴレンなんかな。マレーシア料理。ちょっとあれですよね、ピリ辛の、ピリ辛のご飯の。やつじゃなくて、そうなん。ご飯美味しいだけでも最高ですね。ねえさやかりん、あれれ。私もそう思う。あれ思い出作ろうね。明日も。明後日はね。本番だしね。思い出作り。頑張ろう。明日も。楽しもうね。いいんじゃないな。人それぞれ。あ、まあ、確かに人それぞれの楽しみ方があるね。でも普通に考えてさ、明日さ、うん、一日ホテルで寝るっていうのはもったいないんかな。もったいないよ。人生においてそんなのいつだってできるから。確かにそれはそうだよ。いつだってできるからね。それはそうよね。うん。そっか。そっか。行こうな。今寝ようかな。今何時なんだろう。お風呂入る？入る。うん。お風呂入ろうか。チャーハン食べてる場合じゃない。今日なんかチャーハン食べた。食べたね、夜。美味しかった。美味しかった。浴槽。ないね。ないよ。シャワー。シャワー。シャワーシャワー。シャンプー持ってきた？よかった。天気はなんかいいのか悪いのか分からん。急に雨降ったりせん、うん、気圧なんかの関係で。あ、シンデレラありがとうございます。先生、タルム先生、ガラスガール連載の
あの選んでもらいました。イエーイ。そう、さやかりんも見てくれたんよね。ありがとうございます。めっちゃ可愛く描いてもらって、しかも1時間前からセットしてくれてね、嬉しい。発信者のポストを見たよ。ココアさんお会いできました。うん、あった。嬉しかった。お元気そうで。おかわりなかったね。おかわりなかった。みんなと友達だったもん。日本でも友達、みんなと友達だったけどね、こちら側でもココアさん。さすがですよ、ほんと。よし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 。そろそろ寝ますね。くしゃみ出そう。めっちゃ今日くしゃみ出る。出るよね。私も眠いわ、なんか。なんか眠い。どんぐらい配信してきたのかわかんないけど。うん。何分ぐらいしてるのかしら。明日観光楽しんでねって。ちょっとね、寝てみます。そうだね。行く方向で。でも行きたいの。そうね。行きたい気持ちは。うん。けど人たちが起きれるのかどうか。うん。大丈夫です。13位ミーク。12位ヤマイさん。11位。10位カズさん、最下位倒し。9位ヒューガヒョンさん。8位ちくわドーナツ。7位ユンキさん。6位トラさん。5位カズサさん。4位ゆずきちさん。3位ツナさん。2位ショウイチさん。1位お疲れさんです。ありがとうございました。ありがとう。普段あんまりこういう配信しないようにできる時しかしないようにしてるんですけど、今日はちょっと申し訳ない。全然だよ。私でした。全然だよ。すごいなんか代弁しました。ファンの方の気持ちを。それじゃあ、ね、またお会いしましょう。おやすみなさーい。バイバーイ。以上マレーシアからでした。バイバイ。今日まだ全然
目があった、目がいました。じゃあ私も終わるから、ナオさん、バリーさん、マイセンタン、ミツルンさん、ケロさんのお世話ありがとうさん、ツリケンさん、ナナウさん、セイヤンさん、アルフォートさん、A ちゃん、サトケンさん、コッペさん、ミッドナイトシュガーさん、フジポンさん、神戸のヒッキーさん、カタムツリさん、ノブさん、オーサムさん、ミッチーさん、メイキューさん、カカシさん、ホタテ様、ユイゾウさん、トットリタロウさん、タンタンさん、ノラさん、猫のおかずさん、コブヤキさん、マナベイさん、キムコさん、フェイリスさん、陽平さん、大西くん、中村道博さん、ありがとう、ありがとうございました。じゃあ私も終わります。バイバーイ。